決定ともえ戦第2試合30分一本勝負を行います。ワオコーナー255トンの川田俊明デンジャラス系川田、この三沢越えを果たして3年ぶり2度目の優勝を狙います。今ようやく立ち上がりました。そして右手を上げました。第1試合小橋健太とは30分時間切れの引き分けに終わりました三沢光晴、その代償はあまりにも大きい。ずっと天を仰ぎました三沢光晴。この川田との第2試合、三沢はもう勝ち以外優勝への道は残っておりません。圧倒的に川田有利で始まります第2試合、30分の一本勝負です。史上初の優勝決定ともえ戦となりました今年のチャンピオンカーニバルです。すでに30分時間切れという激闘を戦い抜いた三沢光晴、その視線はまだしっかりとは定まっておりません。そしてこれがこの優勝決定ともえ戦最初の試合になります。川田俊明です。解説は引き続きジャイアント馬場さんにお願いいたします。馬場さん、はい、当然のことながら三沢は非常に厳しい戦いになりますね。いや、それはそうですよ。この今川田が2位を当てていきます。そして三沢を懸命に肘を当てていきますが、やはりその技のインパクト、力強さでは一試合戦った三沢と川田では明らかに違います。尻餅をつきました三沢、容赦ない川田の蹴り、顔面ゲリゲリが入っていきます。30分を戦い抜いた三沢光晴、そしてこれが今日最初のリングインとなります川田俊明。三沢は2年ぶり2度目の優勝を、そして一方の川田は3年ぶり2度目の優勝、同じく2回目の優勝を目指します。この両位、あーって顔面にキック、もんどり打って倒れます三沢。先ほど小橋のパワーボム、あるいは DDT、 そして手下げるチョップといった首への集中攻撃を受けました。そして今も背中へのサッカーボールキック、そして水平チョップ、圧倒的不利な状況での三沢の第2試合ということになります。さあ早くも大技らしか、まずはパワーボールの体勢だ。力を入れる川田、そして必死に耐える三沢、抱え上げて終わって、これを返した、返していった返していった、丸め込んで、しかしカウントはワンで返します。ハイキック捉えてローリングエルボー、最後の力を振り絞っている三沢、ガクッと膝をつきます。30分をすでに戦い抜いている三沢。さあ三沢はこの試合は短期決戦でいかなければいけません。ロープに飛ばしてエルボー、エルボーのインパクトはまだまだ残っているんでありましょうか。第1試合引き分けで勝ち点は1、この第2試合勝たなければ優勝への望みはほとんどなくなってしまう三沢です。さあタイガードライバーの体勢、これをニュートラルコーナー押し込んで返していった川田、逆水平、前回95年には左目眼下底骨折を乗り越えて見事初優勝を果たしました三沢。今回も厳しい優勝決定、友井さんバックになって川田エルボーで返す、もう一回回った、投げっぱなしだ、お立ち上がった三沢、立ち上がった、ハイキック、立ち上がりとはすぐさまハイキックが待っていた、川田のカウンターの顔面キック、まだ川田の表情には余裕があります。さあ両雄倒れておりますが、ダメージは間違いなく三沢の方に蓄積されております。攻め込んでいる川田、三沢戦はここまで一つの勝ち星も挙げておりません。シングルでは8つの負け、そして4つの引き分けであります。未だシングルでの三沢戦勝利はありません川田。パワーボムの体勢、三沢圧倒的不利の状況でありながら、この川田が初めての三沢越えを果たすんでありましょうか。首のあたりにチョップを振り下ろしていきます川田、リング中央パワーボム抱え上げて、パワーボム、さあ丸め込んだ川田、どうだ、数で返します三沢。前回三沢は3位タイ、優勝しますと2年ぶり、一方の川田は3年ぶりということになります。優勝決定ともえ戦、今年のチャンピオンカーニバル、首のあたりにチョップ、一方の三沢はエルボーで応戦、ハイキック手でブロック、さあ三沢ここからです、おタックル、同様のタックル、三沢をさあ首への攻撃、ストレッチプラマに持っていった、
さあ首に爆弾を抱えているミサ、その首への集中攻撃、ストレッチプラムねじり込んでいきます。川名ロープにはまだ若干の距離があります。ミサは優に試合を運んでいる。川名優勝決定ともえ戦の第2試合、ミサワ対川名。すでにミサワは30分時間切れ、小橋とのフルタイムの戦いを演じきております。ほとんど休む間もなくこの川田との第2試合、もう本能だけで返しています。三沢国の状態は日を追うごとに悪化してまいりました。三沢先ほどの小橋との第1試合でも手下げりチョップ DDT あるいはパワーオンという国への集中攻撃を受けてまいりました。さあもう一回いくか、高く上げたパワーボン、さあ抑え込んで、もう意地です。意地しかありません。三沢見つかる。さあもう一回ストレッチプラムの体勢、ねじり上げていきます。川田一方手を伸ばします。三沢ロープまでの距離はおそらく三沢にははるかな距離に感じていることでありましょう。ねじり上げていく川田、その川田の額にも汗がにじんできてまいりました。史上初の優勝決定ともえ戦となっています。第2試合三沢対川田、三沢なんとか返します。三沢なんとか返します。3月30日の愛知大会、このチャンピオンカーニバル公式戦でこの両者は時間切れ引き分けを演じています。もう一回抱えて、さあいった、強引に回り込んでカウント3、カウント3、三沢黒星、優勝戦線から大きく脱落しました。第2試合、川田が三沢からピンホール、初めてのシングル初勝利を収めました。